乾杯。乾杯。皆さんこんにちは、チロです。今日はですね、サンフランシスコに来ております。で、今日はですね、スペシャルゲストに、タケトさんにお越しいただいてます。タケトさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋タケトです。早速なんですけど、簡単に自己紹介をお願いできますか？はい、今サンフランシスコに住んで3年半ぐらいですかね、日本で、外資の IT の大手に勤めていて、そのこちらの、本社に来たような形で4年前にサンフランシスコに来ました。なるほど。もう聞く限りめちゃくちゃエリート感漂う感じですけど、いやそんなことはないです。そんなことないですか。ちょっとね、そんなタケトさんに、過去の経歴だったりとか、今こちらでやられていることっていうのをお聞きしていきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。で、まずタケトさんってご出身どちらなんですか？出身は、千葉県の船橋市ですね。船市の、船市は懐かしいですね。まだプシャーしてるのかも知らないですけど。で、船橋にはどれくらいいらっしゃったんですか？船橋は本当生まれてから、社会人になるまでずっと、東京地理分かる方は割と30分とか1時間とか行っちゃうんで、ずっと学校とかも東京まで通ってましたね、実家から。そうなんですか。はい、なるほど。そのちっちゃい頃ね、なんか海外行かれたりとかってのあったんですか？いやー、多分ハワイにね、子供の頃連れて行かれたとか、なんか霊かかってる写真とか覚えてますけど、うち実家が薬局をやってるんで、地元のちっちゃな、なんで、すごいローカルなお仕事というか、だから全然別に海外志向とかは、どこをつつき回しても別にうちの親ももちろんずっと船橋にいますしって感じです、ね。なるほどね。ちっちゃい頃はどういう感じのお子さんだったんですか？ちっちゃい頃はね、サッカーしたり、それこそ僕が子供小学校に上がる手前ぐらいで多分 J リーグが始まったんで、日本ってみんな、僕もそうですけど、野球とりあえず一回やってみたいな、でサッカーも一緒にやってて、で J リーグできたんだから、やっぱサッカーの方にやって、サッカーしたり。じゃあ結構運動活発って感じで？そうですね。勉強の方はどんな感じだったんですか？勉強ね、でもなんか本読むのが好きだったっぽくて、実家にすごいなんかいっぱい本があったり、それこそなんか日本歴史の漫画みたいなやつとか、世界史漫画でとかもあれば、実家が一応経営やってるんで、なんかビジネスの本とか、もちろん漫画もいっぱいありましたし、死ぬほどあのブックオフ行って100円の漫画買ったりとか、ずっと立ち読みしたりとか。僕ら世代は割と分かりますよね。その本読むのが好きだったんで、なんかその歴史とか、なんでしょうね、生物とか、そういうのはなんか偉人伝とかあるじゃないですか。ありますね。ああいうのとかめっちゃ読んでた。エジソンとかね、ああいう系の。はい、じゃあ結構本を読みつつも、スポーツも野球だったり。そうですね。大学も東京に行かれた。そうですね、はい。大学ではどんなことをやってますか？大学はですね、僕でもそれこそさっきの本読んでた話につながるんですけど、高1か高2ぐらいの時に、金持ち父さん貧乏父さんっていう本が一時期めっちゃ流行ってたんです。ロバート清崎さんっていう、多分日系人で、でアメリカでこうやって投資をして成功したみたいなのが、日本語訳で入ってきて、一時期多分すげえ流行ってたんですよね、僕らの周りで。でなんかその本はたまたま家にあって、また親父が買ったんだと思いますけど、読んだらなんかすごい面白くて、会社員じゃないこういう生き方もあるんだな、彼はその投資の話をしてるわけですけど、っていうのを見て、おこれだと思って、こういうことをやろうと思って、だから自分でビジネスやりたいなって、多分その時思って、で大学も入って、もちろ なんか勉強もしてたんですけど、すぐ自分でサークルを作って、金持ち父さん貧乏父さ なんかボードゲームみたいな、モノポリみたいなゲームがあるんですけど、それを買って、なんかそのプレーをみんなでしたりするような、あとなんかこうね、投資の勉強したりとか。めちゃくちゃそのなんか気づくの早くないですか？僕多分そのロバート清崎さんの本を知ったの、アメリカに来てからとかだから、多分5年前とかなんですよ。高校の時にもう気づかれたわけなんですね。そうですね。それでなんかボードゲームの、別に私が参加してる回もいっぱいあったし、私は主催してる会もあったし。なるほどね。じゃあそこで、ご実家が経営もされてるし、そういう本読んだりとかしながら、徐々にその、ビジネスっていうのに興味持たれてる。そうですね。専攻もなんかそのビジネスとか経営とかそういうものなんですか？最初はなんか生物系で入ったんですよ。実家薬局だったんで、薬剤師になるみたいなことを言ったんですけど、途中からやっぱそのビジネスやりたいなっていうので、こう経営工学みたいな学部に移って、なんかビジネスやったり、それこそ理系のことやったり、愛の子みたいな感じですかね。
勉強してたのかと言われるとなんでしょうね。いやいやいや、してたのかな。してたと思いますけど、まあそれ以上に多分いろんなねアクティビティやられてたんじゃないかなと。そうですね、そっちの方が忙しかったと思います。まあ、大学生活を過ごしているとやっぱり就活ってなんか3年とか4年とかで頭に入ってくるじゃないですか、はいはい、その辺はどういう過ごされ方かもしれますか。いや、そうですね、これは参考になるのか分かんないんですけど、はい、皆さんの僕は大学3の時にも会社やろうと思って1回有限会社を作ったんですよね。今当時今有限会社あるか分かんないですけど、はいはい、買えなかったんで資本金がなくて済むみたいな、はい、そうです。それこそ今これ動画撮影してますけど、なんかウェブサイトって今でもまあ写真とテキストが主じゃないですか、はい、もちろん10年前とか20年前もそうで、うん、せっかくだったら動画、それこそ社長さんのインタビューとかを撮った方が学生さんにもアピールできるしとかっていうのが、はいはい、動画を載せたらいいんじゃないかなと思って、うん、本当に動画制作の対象2005年ぐらいに作ったんですよ。めちゃくちゃ早かったですね。まだ YouTube なかったです日本には。そうですよね、まあ、やろうとしたことは YouTube だったり日本の多分最初は賢者 TV さんみたいな社長のインタビュー集めてる、はいはい、多分最初さんがある、そういうに近いことをやりたかったのかなとは思います。かなり先を行きましたね。そうですね、すごい。だって当時2005年とかっていうとスマホもまだ出てないですよね。ないですね、 iPhone ないですからね、まだガラケーの、ガラケーでそう、もうちょっとしたらスマホが出てきてっていう感じですけど、はい、まだねネットも遅い時代だから。そうやってみてから気づいたのが、はい、動画制作はその一緒にサークルとかでビジネスやってた友達がたまたまテレ東の制作会社さんの社長さんだったんで、はいはい、めちゃくちゃすごい人じゃないですか。ガチ なんかこうテレビ機材とかを使って撮ったんですよ、はい、本当なんか揺れないやつみたいな、はい、そこそこクオリティ映像ができましたと、はいはい、やっぱりどうやって売るんだっけみたいな、はい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 、で仮になんか何人か興味持ってくれる友達はいたんですけど、じゃあ会社の研修動画とかこれ作ってみたいな、ウェブに上げようと、はいはい、ウェブ上がんないなみたいな。確かに今ねこれ見てる方は分かんないです、まだ電話回線でインターネットした時代なので。そうですよね、 ISDN っていうね、うん、だからまあ 128KBPS みたいな KBPS でメガじゃないやばいっすねそれ。そうそう、あとウェブサイト側とかブラウザ側にその再生環境がちゃんとないというか、はいはい、フラッシュファイルぐらいしかまだない時代だったんで。懐かしいね、フラッシュファイル。カクカクなの、はい、画像めちゃくちゃ荒いしみたいな。会社作ってみてから、あ、会社ってなんかこう作るだけでは回らんないと、はいはい、もうトータルでやっぱ見ないと、その営業さんだったり その後工程のサポートだったり、はいはい、いろいろやんなきゃいけないんだなと思って、でようやく就活話に戻るんですけど、会社に入ろうかなと思って、はいはい、会社というものを知らなきゃこれはいかんのかなと思って、友達になんかこんな理由で俺会社入りたいんだけどどこだったら入るかって聞いたら、外資金融かコンサルだったら志望動機は問わないから、はいはいはい、受ければいいんじゃねって言われて、なるほどなるほど、とりあえず論理的に志望動機をそれっぽく書けばいいって言われたんで、はいはい、あ、小論文かとそういうって言ったらなんか入った会社に怒られるかもしれないその志望動機の厚さみたいな、まあそんな気にしないというか、はい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 、確かに日本の就活っていうとね、その思いの部分とかね、うん、結構どうつながりがあるのかみたいなところはこう見慣れたりするから、そうなんですよ、結構難しい部分もありますよねって言われてもないし、なんかそれ嘘つくのもなんかねそうですよね、なんか心苦しいみたいな、苦しいんでありますね、まあ、っていうのでなんか、うん、一応コンサルだけ受けてて、はいはい、で最終的にその、まあ、外資とか、そうですね、外資のコンサル、あ、外資のコンサル、はい、今でこそ外資コンサルとか外資金融ってなんかもうめちゃくちゃ花形っていうか、うんうんうん、かなり人気じゃないですか。当時ってどういう感じだったんですか。いやでもそれ連覇か競争なんか激しいみたいな感じでしたよね。それこそ東京で就活してる人はじゃあとりあえず1回目指すとか受けるとか、はいはいはい、もちろんねいろんな商社も人気あるしテレビ局も広告の電通さんとかも人気あるんでしょうけど、はい、今ほどなんかすごいもってはやされてるのかっていうとなんか小難しい人が行くところみたいなイメージではありました、ね、はいはい、僕も就活しててそういうコンサルティングとかも全然分かってなかったですから、ね、うん、何やんだろうみたいな、うんうん、全然受けるとかも土壌にも立てないぐらいだったんで僕は。そうですね、そうですね。じゃあそれで、まあ、その会社に働かれて、はい、入社は何年ですか。入社は2007年ですね、2007年、はい、じゃあリーマンショックのちょっと前ぐらい、ちょっと前ですね、うん、どうでしたその働いてみて最初の。いやね、僕すごいまずあいつすごいそういうなんかへんてこな理由というか、はいはい、ちゃんとした就活の下で、まあ、取ってくれたことに感謝してますし、個人的にはすごい相性が良かったと思います、ね、あ、そうなんです。自由な感じで取ってくれるし、まあ、働けるカルチャーだったんで、はいはい、その人がちゃんと仕事して成果出してりゃまあいいよねみたいな。なんか僕のイメージだと結構その外資コンサルとかってすごい激務で忙しいってイメージなんですけど、うんうんうん、それはどうでした。
僕個人はそんなでもなかったかなと、まあ、基準によると思うんですけど、で今は多分もっともっとちゃんとしてるはずなんで、はい、いろいろこう、ね、残業しちゃいけないとか聞いてるんで、あ、ね、まあ、僕はもう終電なくなる前働いたことおそらく1年で1回2回しかなかった。そうなんですね。まあ、前の同僚新卒の、ね、同期聞いてるとほぼ毎週そうだとか、はい、人によっては毎日だとか聞きましたけど、まあ電車で帰れるぐらいの生活ではあったかな。あの電車で帰れるって言っても、まあ、12時ぐらいってなるとかなり忙しいと僕はなんか思っちゃいますけど、まあそうなんでしょうね。朝は結構早かったですか？まあ、会社によると思うんですけど、はい、僕の言ったところお客さん先に常駐って、あ、そうかそうか、ずっとその、ね、コンサルティングをする会社さんのところに席をお借りして一緒にこう話をして仕事をするって感じだったんで、はい、めっちゃ早いわけでもないですけど、逆に言うとまあ9時にはいないといけないとかそういう感じですね。向こうが9時に出社してる以上は。もう僕アメリカの働き方に完全に慣れちゃってるんで、いやーそうですね、9時で夜の12時とかもう忙しすぎって思っちゃいますけどね。そうなんですよね。冷静に考えるとそうですけど、冷静に考えるとね、よく考えてみると、まあまあ、でもでもタクシーでずっと帰ってたってわけではなく、一応まあ電車で帰れるぐらいの範囲で働いてて、うん、そんなすごくラッキーというか良かったなと思うのは、その、まあ、コンサルティング会社の外資らしいもちろんカルチャーとか、はいはい、そのやり取りもあるわけですけど、お客さん先に行くっていうのは、うん、その瞬間なんでしょうね。お客さん先の帽子かぶるというか、まあまあそうですよ ね、 その、まあ、従業員になるみたいなもんですよね。そう、もちろんスーツも着てるしみたいな感じだと、その中両方見れたっていうのは良かったかもしれないですね。最初その常駐されたところでどういうお客さんだったんですか？常駐された会社、あのなんか業種で大体コンサルティングって多分担当を切られて、はい、僕はなんかテック IT 系、うん、IT でこう動画サービスやってる会社さんとか、まあ、だったんですけど、まあ、そこから先のね、その会社の子会社さんとかいたりするんで、はいはいはい、まあまあそうですよね。それ日本の会社なんですか？日本の会社です。なるほど。でその仕事は何年ぐらい続けられたんですか？ですね、1年1年短いと早かった。短いと早かったみたいな。3年ぐらいいたかなと思ったけど、いや、あの3年ぐらいいた方がいいと思います。あ、そうです。でもまあその3年ぐらいいた方がいいと思いつつ、かつ忙しすぎて辞めたいってこともなかったんじゃないかなと予想するんですけど、はい、なぜその1年で辞めることに？そうです、それも本当、まあ、友達がきっかけなんですけど、大学時代に一緒にそういう、まあ、起業とかつるんでた仲間が、はい、そのもう一回会社をやりたいっていうので、はいはい、彼がだから2008年ぐらいに本格的に会社をやることになって、それがまあ前の会社の不動産のやつなんですけど、はい、でまあ、来てほしいって言われた時に、はい、まあ、あと2年この、ね、結構好きだったコンサルティング会社にいるのと、はい、彼と一緒に仕事するのどっちがいいかなっていうので、うん、まあ人生1回だし、チャレンジを取ったわけですね。そうですね、まあ、でもあの3年ぐらいいた方がいいと思いますよ、会社はマジで。一方で、ね、仕事3年して、じゃあその誘っていただいた方の会社でもう一回ね同じ状況かっていうと、まあ違ったでしょうね、はい、でしょうし、そういう機会もまあないかもしれないから、あ、もうそれは人生一回きりってことで、うん、僕はその判断は正しかったんじゃないかな。まあそうでしょうね、そうでしょうね。あの次の会社は不動産関係の会社なんですか？はい、そうですね、なんかコミュニティ型のアパートみたいなのを作るっていうので、グローバルエージェンツっていう会社で、サービス名は多分ソーシャルアパートメントっていう方がもしかしたら知ってる方は、ソーシャルネットワークみたいな暮らしを、まあ、普通のマンションとかコミュニティとして提供していこうっていうので、まあ、よくなんかシェアハウスとどう違うんですかって当時聞かれてた、はい、まあ、シェアハウスはその生活空間を割ることで、まあ、なるべくコストを抑えようみたいな、いろいろ安くするためにシェアしていくっていう概念だったり、まあ、サンフランもそうですけど、はいはい、あの家賃高すぎるんでルームメイト必要ですよねみたいな、はいはい、うん、話で、我々はちょっともちろん機能的には似てるんですけど、例えば大きなラウンジをみんなで使うことで、何でしょう、それこそいい家具を入れてあげたいとか、ね、まあ、一人ではなかなか持てないようなものだったり、はい、ビリヤード台があったりとか、あ、今の WeWork にすごい多分近いようなのを住居版として2000何年ぐらいかやってたっていう感じですかね。結構なんかアメリカってそういうコンセプトのやつ多い気がするんです。多いかもしれないですね、うん、なんか別にまあルームシェアってわけじゃないんですけど、その共用施設がすごい充実してるとかっていうのは、うん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 、なんか日本ってあんまそういうのないじゃないですか。やっぱね、専有でこうなんでしょう、自分のプライベートスペースを好むし、うん、まあ、僕もカルチャーとして多分ね、そうなんで、はいはいはい、そこでは何年ぐらい、それをね4年ぐらいですかね、 COO として入って、すごいですね、スタートアップ4年間あったら多分いろいろ、まあスタートアップ COO キラキラな感じかもしれないですけどまあまあハードシングスのことしかよく覚えてないですまあ言っていれば何でもやみたいなもんですもんね。そうですね、まあもうスタートアップなので何でもやんなきゃいけないし、いろいろやっぱまあ苦労はねありますよね。そうですね、苦労は金を払ってるの買っとけみたいなおっちゃんが言うじゃないですか。まあでも今にして思うとそうなのかもなと。それはまあ正しい気がしますよね。なんか年齢が上になってから苦労するのって、ね、うん、体力的にもメンタル的にも結構負荷かかるじゃないですか、はい、
だからまあそういう意味で言うと若いうちにこう苦労できたのが、まあ、よかった部分もあるかもしれないですよね。具体例分かりやすいと思うんですけど、うん、コンサルティングってなんかおしゃれ職種じゃないですか、はい、パソコン使ってパワポ書いて頭脳で勝負みたいな、はいはいはい、で結構ね高いお金をいただいてお客さんから、うん、それをやってた翌日に僕はその不動産の会社を一緒に入って、うん、物件の掃除とかしてますマジで、はい、内覧してねそのやっぱちゃんと物件綺麗じゃないと人入ってくれないから、そうですね、このギャップに自分で笑うみたいな、このギャップ、まあ、耐えられない人もいるでしょうね。あ、いるかもしれないです ねやっぱり大企業だったりとかそういうところだと、まあ、そういう雑務まではやらないですか、うん、やっぱスタートアップになるともうそれでねお客さんにホールドコールして電話して断られて、うん、いやーってへこんでる時にこうやって掃除してとか、そうですね、そういうの連続ですからね。まあ、よしあしかは分かんないですけど、その僕結構今日いろいろお話しするキャリアとか、うん、はいはい、ね、そのアメリカに来るきっかけってやっぱ結構人来てるな気はするんで、もちろん自分で最終的には行動してるわけですけど、はいはい、でその友達がやっぱ不動産の会社やりたいって言わなかったら僕はそれやったことはないでしょうし、その人が周りにその仲間がいるから、うん、まあ、別にね急にパワポから壁掃除になっても困らんというか、まあ、確かにそうですよね。目的があってまあやってるっていうのも見えるし、うん、で一緒にそれ仲間でやってるっていう楽しさもやっぱありますから、ね、うん、一人でやったら大変だと思います。一人はね確かに辛いですよね。そこを辞めてまた、まあ、次の会社にこう転職されることがあると思うんですけど、はい、それはどういうきっかけとかどういうタイミング。そうですね、それがもう今、ね、冒頭にお話した外資ITO というの会社がもう次の会社なんですけど、はい、4年ぐらいその CEO をやらせてもらっていろいろもう尺の都合で言えないきっと苦労がたくさんあった中で、はい、何とか4年あって幸いにもその僕らのコンセプトとかマーケットに浸透して、まあ、僕ら自身ももちろん従業員だったり、うん、はい、住んでくれてる居住者の方のおかげだったり会社としては順調に、まあ、多分回るようになったかなっていう、はいはい、一旦その僕のミッションというか入った時のこの友達がやりたいことを、うん、でこの仲間たちのビジネスをこうサバイブさせたい、はいはい、でこいつらと一緒に働きたいっていうような目的が一応達成された時に、うん、例えばそのここからじゃあ5年10年その同じ不動産をしたいのかっていうと、はいはい、僕は仲間が先にあって別に関して不動産があったわけではないんで、はいはい、だ僕の一旦ミッションはここで終わりかなと。なるほどね。で一区切りということで、うん、自分のまあ経営者としてそのスタートアップをやらせてもらった中でもっともっと大きな組織もまあ見ないといけないかなっていう課題感も出てきて、でそれこそで日本のいわゆるドメスティックな会社さんみたいに限ったってなんでしょ、その自動車会社とか商社とかもなんか何千人何万人社員さんがいて何兆円って売り上げ作ってて、でもベンチャーってすごいイケイケどんどんでやってもやっぱね売り上げ数億円とか数十億円あってもそれでもすごいみたいな、どうやったらこういろんな大きな社会にインパクトを起こせるような、まあ、社長だったり経営者になれるかなって思って、うん、大きな会社に入ろうと思ったんですよ、はい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 、最初就職するときは会社に入ろうと思ったんですけど、はい、今度はでかい会社行こうみたいな、はい、でかい組織見ようと思って、はいはいはい、多分僕のこのキャリアを並べるとですね、それこそなんか商社とかトヨタさんとか、はい、絶対取ってくれないんで、いや人生1回しかなこのタイミングしかないと思ったんでいろんなこうなんたらエージェントも登録してみたんですよ。そなんかメーカーの経営企画職のポジションとかお話いただいて一回面接したりしたんですけど、はいはい、高橋さんは今後どうされたいんですか、いやちょっともう一回自分で会社やりたいと思ってるんですよねみたいな、そのために大きな会社を見たいとか言ったら素直に言っちゃったら人事が引いちゃってダメなんですかねやっぱりみたいな、日本の会社だと難しいってやつですよね、らしいなってことをうすうすと分かって、はいはい、だから結局ちょっとなんか自分でもう一回考えるときに、まあ、外資だったらその最初の会社もそうですけど、うん、まあ、志望動機もあるけど自分のキャリアとの対等な関係というか、はいはい、僕はこれができてこのバリューを出すから雇うみたいな、はい、まあ、感覚値に近かったんで、はいはい、でまあ、コンサルは一回やってるからもちろんそこにねフルスに戻るっていう選択肢もあったんですけど、もともとテックも好きだったんでじゃあちょっとテック系に行こうかなっていうので、はい、外資の ID のテック系企業に就職されたと。それが2012ですね。12年か。で、まあ、そこでまあ働いてて、そこからですよ。なぜ、そうですね、今日の本番海外なんですね。今日の本題はですね、なぜアメリカに来たのかっていうところなんですよね。多分ね、今話してればどこにも海外軸ないですよね。そう、海外の要素1ミリもない。まあ、外資でもさ別に海外なわけじゃないんでね、外資の日本の会社ってやっぱ日本の会社の中のちょっとだけ海外のニュアンスがあるだけで、はいはい、ハワイ旅行みたいなものなんで行ってしまえば、ね、留学もしたこともないし、はいはい、旅行ぐらいですよ、うん、海外ってのは。この竹人さんがなぜ今このアメリカにいるんですか、来ることになったんですか。そうなんですよね。でそのこの会社入った時はその大きな組織を見たい、はい、どうやったら自分がねそのいろんなインパクトを出せるような人生になるかなって見て、まあ、最初の数年こう楽しく仕事したわけですけど、はい、と考えるとこれやっぱりこの会社アメリカ本社なん で、うん、でシリコンバレーが本社なんで、はい、日本でどんなにいい仕事をしててもですごいそれも
こうなんかレコーギーなやつが認識はしてもらえるんですけど、うん、やっぱアメリカで同じことやったら多分桁が10倍になっているなと、うん、一つ何かの仕事のインパクトってももちろん英語だっていうのもあるでしょうし、見てるマーケットが本社だっていろんな理由があるんですけど、はい、まあ、日本はやっぱり支社なので、はい、どうしてもここでやってても、それこそ自分がやってたら見たいとか、うん、インパクト出せるようにはなりきらんのかなっていう課題感が出てきて、うん、なるほどね、はいはい、でよし、なんかもうじゃあアメリカに行こうで、なんか2015年ぐらいに決めたっていうのがすごいですね。急にアメリカ横断ウルトラクイズなもんですよ。アメリカ行こうと思ったみんな多分行きたいとかは思う気はするんですけど、なんか行こうと思って実際にそれで行けるってなかなかすごいですよね。そうですね、だから別にあの英語の面接をして入ったわけでもないんで、たまたまですけど、はい、多分今は多分英語面接あるんですけど、はいはい、喋れたかっていうと多分受験英語で皆さんが想像つくようなレベルのなんか、あ、そうなんですね、受験だと日本人の人、はいはい、多分リーディングとかは結構できたり、ライティングはすごい勉強したらなんか、ね、はいはい、点取れるけど、ストイックとかトフルもなんかスピーキングが大変みたいな、難しいですね、特に全然、すごいですね。そんな状態だったんですよ。そんな状態からまず2015年に行こうって思うわけじゃないですか。思ったと。そこからどうやったら、その具体的に何をしたら行けることになったんですか。あ、そうですね、だから結構いろんな人に話聞いたんですよね、キャリアの相談というか、もちろん社内のアメリカにも行かれている人だったりもそうだし、それこそなんか外資のコンサル人とか、うん、はい、その人の話を聞いて、別にこの会社でアメリカに行こうっていうのが先にあったわけじゃなくて、うん、アメリカでじゃあ仕事をしたいがゴールで、はい、これも多分大事なんです。アメリカに行きたいと、アメリカにで仕事をしたいと、うん、アメリカで何年とか、まあ、残って仕事を5年、はい、10年単位にしたいは、はい、多分おそらく選択肢として全く違うので、はい、多分そこをね、もしアメリカに行かれ行きたいって思っている方がいたらまず考えるといいのかなと思うんですけど、うん、確かに。でそのアメリカに、ね、行きたいだけだったら留学もあるし、語学学校もあるし、まあ、旅行で行けばいいじゃん。しアメリカでこう少し働き、例えば日本の会社の駐在なんていうのはすごくいいオプションだと思いますし、うん、はいはい、アメリカはまあ大学出ると1年2年ぐらい働けるビザがもらえることが多いので、はい、 うん、まあ、それで働いてでなんか白酒で日本帰ってもいいし、はい、ただ、まあ、長期で残ろうと思うとね、うん、ご存知のビザの話とかいろいろ出てくるんで、うん、まあ、全然取る選択肢は違って、はい、そう、自分のアメリカ行きたい理由を考えるともっと大きな組織を見たいっていうと、はいはいはい、基本的にも向こうの現地でずっと働くっていうのが選択肢なんだと、うん、いろんな方の話を聞いた時に整理できて、はいはい、いや元々やっぱ MBA 行こうとかも考えてたんですけど、はいはいはい、MBA 行ってもちょっとこっちへ残る可能性があんまりないなって、まあ、そうですよね、いろんな先輩の話を聞いて思って、うん、はいはい、さあその働いてる外資の大手の会社の中で社内でアメリカのポジションを応募して取ってもらう、なるほどね、っていうのが一番大変ですけど、はい、後々の工程で何年もいるってことを考えるとベストなのかなっていうのが、うん、なるほど、まあ、その1年ぐらいいろんな方にヒアリングしたり、はいはい、まあ、出張ベースでこっち来た時にこっちので働いてる方とか日本人の方でそれこそいろんな話を聞いて、うん、ってことはあとは社内で成果を上げてそれこそネットワーキングをしてこっちの人と仲良くなって自分を売り込んで、はいはい、っていうのをまあそこから1年かけてやってったって感じです。2015年から1年間、まあ、1年間ぐらい相談して実際その2016年ぐらいから本格的にそういうことに向けて動き出したって感じですね。なるほどね。お話聞いてて分かると思うんですが、やっぱタゲトさんはすごいね、頭がいいから事前にこう準備ができるわけですよね。うん、多分結構多くの人はアメリカにで仕事をするってなったらもうその後のことってあんまり考えないっていうか、はいはい、まあ、一旦仕事ができる環境で行ってみて運よくうまくいく人もいるし、でやっぱダメで帰ってきちゃう人もいると思うんですけど、前段階で5年後とか10年後ぐらいを見据えて最初にどの選択肢を取るかって本当に違ってくるじゃないですか、うんうんうん、留学先ほどね MBA っていう手もあるって話ですけど、僕もやっぱこっち来て話聞いてる中で MBA 取って、まあ、OPT で1年とか2年で、うんうんうん、こっちでそのビザを引き続き出してもらえるってかなり難しいんですよ、これがところなので、判断はすごい正しかったと思うし、それってだからリサーチ力がなす技というか、いろいろ人にお話聞いてそれで総合的にこう自分で判断して日本にいる時点でそれができているっていうのは本当素晴らしいなと思いました、うんうん、だからもうなんかリサーチはすごい大事だと思うんですよ。特にね、自分の国じゃない場所に行くとかさ、旅行とかもそうじゃないですか、はい、もちろん中で何も調べずに行ってヒリヒリ感を楽しむっていう方もありだと思うんですよ僕別にバックパックってやつだし、うん、はいはい、やっぱね、働くとか生活するのだと、まあ、そういうわけにはいかんので、そうですね、まあ、でもそれはやっぱ僕もいろんな人に聞いたからであって、うん、どっちかって自分で最初からね、なんかググって出てくるインフォメーションばっかりでもないんで、はいはいはい、とにかくいろんな方に会うっていうのがいいんだと思いますけど、そうですね、なんかいろんなパターンあるっていうのをまず知るべきですよね。確かに確かに、ね、
実際その2015年からまあ16年ぐらいで探されて、うんうん、でもね最終は2019年の2月に僕が来てるんで、まあ、ある意味2年、まあ、2年はかかってますよね。2016、まあ、年ぐらいからスタートして、まあ、2,3 年ぐらいかかって、うん、最終的に何が認められたっていう感じなんですかね。やっぱり最終的に会社さんによると思うんですけど、うちの場合はこう移動みたいな感じで、うん、なんか強制的に飛ばしてくれるとかないんで、はいはい、外資多くはそうなんです。ポジション別に採用してるから、うんうん、はいはい、日本支社から応募してても外から応募しててもそんなにこう選考のプロセスとしては変わらないというか、うん、はいはい、でそうするとですね、千葉県船橋出身の高橋武と海外経験なしを、まあ、仮に社内実績あったとしても、うん、強いて取る理由がないというか、まあまあそうですよね、確かに、ね、なんかこいつは英語喋れんのかも、なんか、ね、面接ではまあ、ね、面接喋れなかったらダメだから落とせばいいという話ですけど、はいはいはい、生活できるのかとかね、そのカルチャー的に合うのかとか、やっぱそうですよね、僕が取る方だったら確かに結構不安ですよね。実際応募始めたのは2017年ぐらいからなんですけど、はいはいはい、全然書類が通らないというか、あ、そうなん、インタビューまですら、メスまですら行けない、そんな時代があったんですね。積極的に取る理由がなさそうだなと、うん、はいはいはい、取る側のマネージャーの立場からすると、うん、なるほどね、で何が足りないかってやっぱ海外経験なんですよね、うん、これまた海外経験がをつけたいというか ね、まあ、うね、言ってんのに海外経験ないで落とされるみたいな、まずマシ雇いたも問題で、まあ、っていうことが多分見えてきて、はいはい、これ海外経験つけなきゃいけない、うん、なのでその出張の時にそれこそいろんな人に会ったりとか、はいはい、何かこう本社で全世界のチームが集まって何かする機会があったらそこでまあ積極的になんか喋るとか、うん、まあ、本当そういう多分地道な、なるほどね、そこで少しずつこの人だったらいいんじゃないか、そうですね、まさに本当セルフブランディングでしかない、うん、ですよね、すごいな、足掛けそれで 2,3 年ぐらいかけて、はい、それを1年ぐらいやった時に2018年の夏ぐらいに、あとまあシカゴオフィスで全世界向けの研修を作ろうみたいな話が出て、はい、まあ、そこに手を挙げて 3,4 ヶ月行かしてもらって、お、なるほどなるほど、そこで関係性を関係性も作ったし、その、ね、自分のまあ履歴書上に海外でちゃんと仕事したっていうのも入るし、はいはい、でもそこからもう途端に多分すぐインタビューまで行くようになったんですね。なるほどね、インタビューをし始めてからは結構何回も、インタビューからは早かったですね、早かった、うん、2つ目ぐらいでもう来ましたと思う。すごい、それって具体的にどういうポジションで応募してたんですか。そうですね、僕はデータアナリストみたいなポジションなんで、うん、あのマーケティングデータを分析して示唆を出すみたいな、はいはい、まあ、それは日本でもやってたし今も同じ仕事ですけど、うんうん、なるほどね。キャリア的な話で言うと、よくいろんな人と相談してて、まあ、日本のその社の人たちが言われてたのが、じゃあ確か3つの軸があると、はい、どこの場所で働いているか、その国とかロケーションの話、はい、でどのチームなのかっていう話と、はい、まあ、どういった内容の仕事、職種の話と、はいはい、でこの3つの軸があって、うん、3つ全部動かすと大変だから、うん、2つでも結構それです、はいはい、理想的には1個しか動かさない、うん、だから最初に僕の場合はアメリカに来た時の瞬間においては全く同じ仕事、はい、同じチーム体系で、まあ、国というかロケーションが変わったっていうので、はい、そんなにこうアジャストに困ることはなかったですけ ど、ね、その前のシカゴの仕事はまた全然違う種類の、はいはい、でチームも違えば仕事内容も違えばロケーション違うみたいな全部違う、マジ死ぬかと思ったっていうそれも共通項ほぼない状態だったんですね。僕人生で唯一鬱になったのはその時だけだと思います、ね、あ、そうなんですね、うん、そんなに大変だったんですね。あの寝れなかったですね、スタートアップの時より大変だった、時より大変だと思います。プレッシャーがなんか、スタートアッププレッシャーもあるんですけど、はい、まだちょっと違いますよね、この海外に来ての、まあ、孤独感だったりとか、そうですね、行き詰まる感じとかね。最終的にそのオファーが出た2018年の年末というか12月ぐらいで、なるほどね、でそこからいわゆるいろんな法的な手続きが始まって2月に来たって、2019年2月に渡米したって感じです。じゃあもう会社としてはそのいろんな海外の人が来るからビザの準備とかはもう手慣れてる。そうですね、あの完全にもう会社が言う通りにあるっていうか、それはありがたい、はいはい、それは結構外資で楽できる部分かなとは思いますね、うん。アメリカに来るとやっぱりまあ生活の物価も高かったりとかいろいろするじゃないですか。給与の面でいうと日本で働くときとアメリカってやっぱり結構違うんですか。そうですね、うちの会社は場所ボコとに多分給与のテーブルがあるので、はいはいはい、同じ仕事で来ても場所が変われば、例えばアメリカに日本から来れば上がるし、まあ、逆をすれば下がるでしょうし、はいはいはい、それではまあ物価のアジャストが多少あって、そうですね、であとは単純に職種だったりとか、うん、まあ、内容とかで、そうね、職位とかで変わっていくという感じですね、うん。実際2019年の2月からいらっしゃる、はい、そうですね、今もう3年ぐらい3年半で、今も仕事内容的にはそのデータアナリストとか
やってらっしゃる。そうですね、はい、同じ仕事をしてます。なるほどね。日本で働いてるのか、このアメリカで働いてるのか、やっぱもう全然違うもんなんですか。思ったより違わないことの方が多いかなと思いますね。まあ、それはもともとね、日本でも外資に行ったからっていうのもあるかもしれないですけど、働き方はやっぱ会社のこうスタイルの方が日本でもシリコンバレーっぽい働き方をする会社だったんで、はいはい、いや本当言語だけですよ多分。あ、そうなんですね。大変で困って、まあ、物価の話をさておき、そう、仕事そのものに関しては、はい、言語が一番のやっぱり、うん、来てからのハードルだし、今でも大変だって、はい、そのカルチャー的にすごいギャップがあるかっていうと、うん、決してアメリカだからノミニケーションがないかと言うと、僕はまあ普通にアメリカの人たちもやってると思うんですけど、はいはい、いや昨日とか僕ちょっと出張にアメリカ国内行ってて、9時ぐらいまで仕事終わってミーティングした後、5時9時ぐらい飲んで、はい、でなんか10時半ぐらい飛行機で帰ってきたんですけどめちゃくちゃやってるじゃないですか。なんかステーキハウスみたいなところで飲むみたいな、はいはい、まあ、全然あるとは思うんですけど、うん、まあやっぱその人が働く上でやっぱコミュニケーション、その仕事の場以外のところでやっぱ、ね、そうですね。ただその日本のオフィスの時みたいに、なんか金曜日の5時ぐらい前働いたとしたら、なんかちょっと飲み行こうぜみたいなのは、はい、こっちのオフィスではほぼないですね。家族とかね、ディナーも基本的に家で取るものっていうのがアメリカの人のほとんど、まあね、大半の人なんで。なるほどね。オフィスでなんか飲むとか喋る人たちと、はい、外で飲むとか家族っていうのは結構ちゃんと分けてる印象ありますよね。なるほど。日本で働かれてるときはもう日本人チームっていうか、日本人チームとかお客さんだったり、お客さんも日本人。ああ、そうなんだ。全世界で流れるメールとか製品に関するアナウンスとかは英語なんですけど、はい、僕らが普段仕事で当然日本人のお客さんに話すんで、なるほど、日本語しか使ってなかった。でそれ今はもう逆に100%ですね、アメリカのお客さんだったりとか、はい、日本人の人っていらっしゃるんですか、会社に。僕とまず同じ職種の人は誰もいます。全米にいないですね。一人もいないですね。300人ぐらい同じ職種の方がいるんですけど、うん、エンジニアの方はうちの会社大きいんで、はい、それなりにシリコンバレーいらっしゃいますけど、ビジネスサイド、はいはいはい、みたいな客商売をしている人はもう本当に片手数えても終わっちゃうぐらい少ないかもしれないです。だからぜひね、もっともっと皆さんにどの会社でもいいから来てほしいなとは。そうですよね。海外からいらっしゃってる方も同じように多いんですか、まあ、日本以外に。多いですね、多いですね。もちろんやっぱね、中国だったらインドの方はめちゃめちゃ多いし、はいはいはい、多国籍なんで、まあ、国をね聞かないし、まあまあ確かにそうです、マナーであるんで、うん、もちろんなんとなく雰囲気で察するとこはありますけど、うん、やっぱりインド系の方、中国系の方多いですよね。まあそうですよね、 IT でね、うん、もともと転職されるタイミングで、うん、まあ、大きい会社で、うんうん、まあ、インパクト出せるようにしたいので、まあ、なんだったら自分で会社をやることも視野に入れてたじゃないですか、はいはい、今後3年ぐらいのスパンで見たときに、まあ、今の会社やっぱりもうちょっといた方がいいって思う感じなのか、また新たな挑戦もちょっと視野に入れてるのか。基本的に新たな挑戦をしようと思って、ね、 ね、まあ、そこを、ね、なんか起点にしてアメリカに来てるので、はいはい、すごくいい会社で働き方とも合ってるんで、はいはい、まあ、だから10年もいるわけですけど、うん、ただまあもしかしたらもう来年再来年ぐらいにはないかないかもしれないですね。その考えられてるのは業態だったりとか事業内容って言える範囲で何かありますか。そう、もう社会人15年やってると、はい、まあ、そろそろ自分のね何が好きでどういう領域に多分強みがあるかも分かるよね、うん、僕はまあデータ、まあ、コンサルもある意味データ分析とか分析ですし、はい、で仕様やってた時もキャッシュフローの管理だったら数字ですし、はい、まあまあ数字データで戦える領域をやっていきたいかなとは、はい、今の日本フリッツは DX みたいな単語になるんでしょうけど、あ、なるほど。具体にこのね、なんかこの職種とかこの業界って決めてるわけじゃないですけど、データ分析周り、多分それが好きだし、はいはい、データ分析しろとやったら一度もやっても飽きないんで、うん、まあそうですよね、どこにでもありますからね、はい、場所はアメリカなのか日本なのか、また全然違うのか。いや、アメリカでしょ、間違いなく。うん、アメリカのどこかっていうのは結構いい問いだと思いつつも、それはありますよね、まだね、こう物価も高くなってきて、ね、本当にここがいいのかって。そうなんですよ日本がダメっていうのは全くなく、はい、まず日本人起業家としてこっちで戦うのは、多分日本の会社さんだったりとの付き合いだったり、うん、その日本の中で優秀な方を、ね、できれば雇いたいとかって思いもすごいあるので、はい、完全にこうアメリカでアメリカだけの仕事をするってことはあまり日本人起業家としては想像してないですけど、はいはいはい、ロケーションがどこかって言ったらアメリカなんでしょうね。なるほどね。将来的には日本人のエッセンスはちょっと入りつつ、まあ、そうですね、そうですね。僕らの先輩たちが日本のこう経済を作ってきたときに、みんなそれこそホンダだったりなんかトヨタだったり海外出てめっちゃバンバン物売って、うん、はい、外稼いで日本を成長させてきたんで、うん、日本の中のマーケットだけではないから、
間違いないですね。そういうことをまあね、その先輩たちに習ってしたいかなというのは。もう3年後またインタビューできるのは楽しみですよ。どうなってるのかっていうね。ねえ、どうなってるでしょうね。したいですね。であと最後にですね、まあ、これ見ていただいている方ってアメリカに行きたいって思ってる方結構見ていただいてるんですけれども、うん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 、その方々に向けて何かまあアドバイスあればお願いします。はい、もちろん言語的なね大変さは当然あるまあ、僕だって今でも3年半いても日々苦労してます。はい、どれぐらい苦労かしたら毎日、ね、毎日朝あのここら辺を散歩しながら、うん、大声で BTS のダイナマイトを歌って英語の口にするっていうウォームアップをしないと全然、はい、なんでしょう、口が回らないんですよ。なるほどね。だからなんか10分ぐらいウォームアップのルーティーンがあってそれやってるんですけど、はい、BTS だけじゃない、すごい、別に、うん、何の曲でもいいと思うんですけど、はいはい、そう英語を喋るっていうのがまず大事かな、うん、本当運動の前のウォームアップみたいな、はいはい、今でもしてるぐらいなんで、うん、まあ来ちゃえばあとはなんとかなると思いますし、はいはい、よく聞かれるのがさっきの質問にも多少近いですけど、うん、こっちと日本で働き方どう違いますかとか、やっぱりなんか、はいはい、超やばいやついますかみたいな、はいはい、すごい人でもちろんすごい方はいっぱいいるんですけど、うん、日本の人ビジネスパーソンもみんな基本優秀だと思うんで、はいはい、全然こっちで戦えると思うんですね。うん、ただ例えば何でしょう、野球とかでもそうかもしれないですけど、松井、ね、秀喜さんがこっち来て、はい、日本だともう50本60本打つ人が、はい、こっちは 2,30 本の中距離ヒッターになるみたいな感じで、はい、自分のこう強みとか特徴を見て、はい、アメリカで働いている人たちはなかなかできないようなこと、うん、日本人でいうとアメリカってもう縦割りなんで、うん、俺これしかしません、ビール作るだけですみたいな、うん、でもコップも必要やんみたいなコップ取らないみたいな、そう俺コップ作る人じゃないからっていうのがデフォルトなんで、で日本の人だったらね、そこじゃあ両方やった方がうまくいくんじゃないみたいな強みはいっぱいあるんで、はいはい、全然ね戦えると思います。うん、だからその言語だったりそのビザの話だったりベースラインのとこさえ抑えれば、はい、全然戦えるんで、そんなにこう恐れずに来てほしいなっていつも思ってますし、なるほどね。とりあえずその一回なんかまあ旅行でも短期でも来てみて、それこそいろんな人にまず話を聞くっていう、でいろんなオプションがあるんだなっていうのを知るっていうことも大事なのかなと。なるほどね。まあそれは間違いないですね。はい、僕も本気で仕事をやって7年ぐらい経ちますけど、まあすごいですね。はい、もう一つだと別に僕はアメリカがなんかいいとか日本がダメとか、うん、そういう二者択一だと全く思ってなくて、僕は日本人ですごい良かったなと思うのはまさに違う強みがあるってこともそうですし、はい、他の国例えばインドからとか中国から来てる方って結構いらっしゃるのがもうこっちで生きていくの一生みたいな、うん、なかなか母国に帰ってもいろんな事情だったり、はい、ヒエラーキーだったりでチャンスが少ないからもうアメリカがすごいチャンスが大きい国だと、はい、僕は日本人って例えばもう死ぬ時ねアメリカで死にたいかというとセーフティーな国があってご飯も美味しくて水も綺麗でみたいな国があるんで、そのいつでもこう最後戻れるバックアップがあるっていうのはとっても日本のいいところだと思いますし、すごいですよね。チャレンジしてみてダメだったらまあ別に帰ればいいだけの話だと思うので、はいはい、特に何も失うものはないかなと。うん、まあとにかくじゃあ来る前のリサーチもそうですけど、一回まあ来てみたりとか情報収集しながら、まあ、あんまり恐れすぎずにチャレンジしたらいいんじゃないかっていう。そうですね。これですかね。はい。なるほどね。地でこうアメリカの道を切り開いてきた武人さんだからこそなんか説得力がありますね。いやいや。まだまだ僕の勉強中ですから。なるほど。ありました。ありがとうございます。はい、ということでね、あっという間に時間過ぎ去ってしまいましたけれども、次、あの、武人さんにまた、あの、スタートアップの裏側というか、苦労話、これもね、聞きたいんで、またちょっとね、別の機会でそれを設けさせていただいて、サブ編で、はい、お聞きできればなと。そうですね、あとどうやったら、ズームコンできるかとかですね、そうですね、別の話もありますから。はい、ということでね、今回ね、武人さんにまあいろいろ聞きましたけれども、こちらの動画がね良いと思っていただいた方はぜひね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。